の動画は滋賀福井遠征ツーリングその第1回ですね。1号機 DT200WR3XP で出かけました。連載です。旬な話題が間に割り込むことがあると思います。はい、積み込み準備編ということになります。ところでなんですけれども、私がぐちゃぐちゃ言ってるですね、この間伐林道、間伐林道、つまり林道を抜けたいというやつなんですけれども、今ですね、すでに1本以上間伐林道を走っている都道府県が緑色です。で、赤色がまだなんです。まあ、つまり西日本が結構これからっていうところですね。で、滋賀県なんですけれども、これはですね、私は合わせ技一本で間伐だって、主張してるんですよ。ところがですね、はい、こんなメールが来まして、で、どういうことかというと、悪いけどあんたの滋賀の林道間伐は間伐ドーピングだから認めないよと、そもそも柔道じゃねえんだし合わせ技なんてねえんだよと。しかもゲート封鎖されてる林道とかメンバー名盤ですねのない林道とかふざけてんじゃねえのと、一刻も早くやり直しなさいねということで、林道間伐アンチドーピング機構に否定されてしまいました。ですので、我が国の大蔵大臣に申請してですね、滋賀の間伐を、やり直すしかなくなったわけなんですよ。3ETの墓場になってた上大滝線とかね、すっごい大変だったんですけど、あの苦労は何だったのかと、いうふうに、まあ、嘆きながらもですね、もう一度行くしかなくなったというわけなんですね。はい。楽しいですね、これ。というわけで、滋賀は赤に変わりましたので、滋賀もう一回行かなきゃいけませんと。で、滋賀一県だけっていうと、これもったいないので、ですね、滋賀と福井と、はい。この2県の間伐林道を探したいという、こういうことでございます。というわけで、場所は滋賀と福井の間伐林道、ここを目指しますと。滋賀は、間伐認証剥奪ですね、ドーピングなので、2回目の挑戦になります。で、福井の林道は一度も走ったことありません。滋賀とですね、福井はよく見てみたら、県境に結構長い林道が何本かあるんですよね。ですから、うまくいけば一石二鳥でいけんじゃねえのと。こんな感じで楽しみにしております。まず本日第1回はですね、準備ですね、積み込みですとか、それからその滋賀の前線基地までの道のりをご紹介したいと思います。それでは本編どうぞ。今、私の遠征時のスイートルームをですね、さらにデラックスベッドにするために、大昔、キャンプに行った時の、テントの中に敷いてた、この保温と断熱と、小石を、なんて言うんでしょう、寝心地の悪さを解消するシートを切りました。すごいいっぱい広がるんですよ、これ。切りました。これで保温性を確保しようということですね。うん。そしてなおかつ寝心地を良くしようという。でですね、今ちょっと寝てみたんですよ。めちゃくちゃいいんですよ。ちょっと今から寝てみますよ。見ててください。すんげえ良くなったこれ。これちょっと申し訳ないけど、どこまででも行けますよこれ。南極ぐらいまでだって行けんじゃないですか。すごいなこのスイートルーム。はい、これでちょっと行ってみたいと思います。ひょっとしたら夏って暑いのこれ暑いのかな夏は。静岡サービスエリアです。もうすっかり暗くなりました。晩ご飯です。これから滋賀まで行かなきゃいけないのでね、腹ごしらえしましょう。海鮮丼にしたんですけどね、商品決定ボタンを押すっていうメカニズムが分からずにずっと決済できませんでした。静岡丸ごと丼行きます。静岡丸ごと丼ですよ。
マグロネギトロ桜エビ生シラス味噌汁おしんこ美味しいのかな。美味しかったです。完食しました。お腹空いた時に食べられるか幸せだの。でこの静岡サービスエリアでいただいた静岡丸ごと丼なんですけれども1380万両とすっごく美味しかったんですよ。これ本当に美味しかったです。あのところで滋賀三重ツーリングですねに行った時に牧之原サービスエリアで食べたこれはですね駿河丼なんですよ。1280万両。ただこれ全然もう味覚えてないんですよ、私。まあ、あの別に静岡丸ごと丼もめちゃくちゃ味覚えてるかって、ここ語れるかっていうと、すいません。はい、訂正します。美味しかったです。で、駿河丼は、それほど美味しく感じなかったです。これなぜかというと、この時、カメラ忘れたことに気づいたんですよね。スマホを。で、静岡丸ごと丼の時は何にも忘れ物がないって分かってるので、人間の舌って本当にいい加減ですね。これ今見ると、甲をつけがたいですね。これカツオが入ってる分、こっちの方が私好みじゃないのっていう、駿河丼の方がね。はい。でも、静岡丸ごと丼の方が美味しく感じたんですよ。本当にまあまあ、はい、ご都合主義のベロですよね。今回の滋賀福井遠征ツーリングなんですけれども、目的地はですね、道の駅、塩津、味釜の里なんですね、北近江なんですけれども、これ新東名を西に進み、トヨタジャンクションから東名に乗り換え、というようなそんなルートで行くつもりで、先ほどご覧いただいた通り、静岡サービスエリアで静岡丸ごと丼を美味しくいただいたと。で、その後ですね、私何を勘違いしたのか、刈谷パーキングエリアでまた温泉に入るつもりだったんですよ。パーキングエリア温泉ですね。で、これを楽しみにしって言ってたんですけれども、トヨタジャンクションに近づいた時に、あれ？俺、東名に乗り換えるんじゃなかったっけ？ということで、ここで通らないことに気づいたので、しょうがない。まあ、真夏じゃないから、一回ぐらい風呂入らなくても死なないし、風呂諦めようと、思ったんです。ところがですね、ただの休憩のつもりで上郷に入ったんですよ。そしたらね、シャワールームがあるんですよ。ちょうど風呂入れないと思ってたから、なんてラッキーな。行きましょう。ただ400円、朝霞パーキングは200円、倍だね。こういうシステムなんですな。シャワー行きましょうか。400円、はい、ここ入れると、この中ですわ。なんかラケットがいるそうなんですよ。これを取り忘れちゃった。このラケット使うそうです。どうやんだろう。押すボタン押す。一度押した後これを当てる。一度押した後これを当てる。あ、なるほど。で、解除される。はぁ、あ。で、こうなると。なるほど。個室ですね。ほほう、なるほど。結構広いな。400円取る理由はわかるな。こうですよ。こうかけないとね、閉まんないんですよ。はい、使ってますよってことですね。よしよし。で、ウォームアップがありますね。はいはい。ボディーソープとシャンプーがあって、シャワーもあって、シャワーは20分でこれどうやって測ってんのかな。面白いね。じゃあまあ、行ってみますか。うん、なかなか気持ちよかったですよ。これはいいね。このトヨタ上郷サービスエリアのシャワールームについて、その使い方をちょっと説明しますね。入るとですね、結構ちゃんと書いてあるんですよ。ただこれだけ情報量があると、やっぱり理解するの大変ですね。いや、使ってみてわかりました。でですね、どうなってるかというと、まあ、まずは、この精算機でお金を入れろと、はい、で、利用料は400万両です。で、ここで400万両払ったレシートをこの瓶の中に入れろと、で、ここまでできましたらですね、で次なんですけれども、はい、ここで、ラケットを持っていけと。すぐ右側にあるんですよ、この精算機。
でこれを1本取ってけと。でその奥へ進んでいくとですね、あのコインランドリーもあるんですよ。で、あ、これ便利だな、まあ、ここで洗濯もできちゃうのか。これ24時間営業ですからね。で、あのこうシャワールームは、まあコインランドリーのすぐ正面にありまして、でそれ開けるとですね、こんな風になってます。ですので、まあ、ドライヤーなども使えますよと。で、シャワールームはですね、全部で4部屋ありまして、それがあの先ほどのラケットの本数と、まあ、一致していると。で、こういうわけなんですね。こういうシステムなんですよ、はい。で、ちょっとあの説明書きは親切のつもりなんでしょうけども、あれはね、初めて来た人はもう情報量が多すぎてちょっと分かりづらいですね。まあでも使えました。うん、気持ちよかったです。本当はね、カリアでお風呂入ろうと思ったんだけど、全然ルート違うなと思って、カリア行っちゃうと伊勢湾岸道なんてめちゃくちゃ遠回りなんですよ。だから諦めてたら、ここに休憩入ったらシャワールームの看板が目に留まったんで、いやー、ラッキーでした。よかったよかった。いや、シャワー今行ってきましたけど、タリーズ22時までやってんだね。結構遅くまでやってんね。すごいな。おはようございます。道の駅塩津街道、塩津街道味釜の里です。ここまで来ました。あっちの方面の林道を走ります。あっち方面。いや、結局ね、昨日夜ね、日付変更線を越えてきちゃったんですよね。から、でも晴れてよかったな。今日雨の予報だったのにな。晴れましたよ。運いいね。今から朝飯ですが、鶴が福井、懐かしいね。朝ごはんです。百郎で買ったパン3つも食べちゃう。いただきますよ。さっきから夜からずーっとカエルが鳴いとるんですよ。ずーっとカエルが鳴いてて気持ちがいいっすね。昔はうちの周りもカエルだらけだけど、最近ね、田んぼが潰れちゃってるから、はあ、すげえ景色だねこれ。まとめます。トラブルなく前線基地に着きましたですね。車中泊ベッドに、あのキャンプの時にテントの下に敷いてたマットを流用すると。なんでもっとこれ早くやらなかったんだろうね。思いつきました。はい、で実験してますと。で、前回のようなカメラ用のスマホの忘れ物、こういうものはありませんでした。よかったよかった。静岡パーキングエリアで静岡丸ごと丼食べました。あの前回はもうほとんど味しなかったんですよね。カメラ忘れてたんで。今回はじっくり味わいましたね。美味しかったです。で、トヨタ上郷サービスエリア、これ関越道の上里の方が後からできたのに、なんでこっちのオリジナルの方の名前変わっちゃうんですかね。これ不公平だよな。こっちは先だろ、ね、関越の上里の方を関越上里にすりゃいいのにと思ったんですけど、はい、このトヨタ上郷サービスエリアで、偶然シャワーを見つけました。これ良かったですね。バドミントンラケットを目印にするシャワー400円ですけどね、良かったです。で、道の駅塩塚一島味釜の里に深夜に到着いたしました。同じ滋賀でもですね、あの新名神の土山に行くのと比べるとかなり時間かかっちゃいましたね。まあ無事着きましたので、翌日からの走行が楽しみです。ありがとうございました。